林父坊作丹下左膳朗読その第16回乾雲建立の巻第4章綾糸車続きから。川も岸も空もただ一色の墨、その闇黒が凝って散らばったように二重に余る黒帽子が堀を挟んで立つ松の木の下にピタッと静止していた。左膳源十郎を頭に本所化け物屋敷の百鬼が深夜に紛れて群れ出てきたのだ。文字通り排水の陣、岸の淵、船板も手にのっそりと構える蒲生体験に押し並んで、諏訪栄三郎はもう心静かに武蔵太郎靖国の鞘を払っていた。我にもなく祭り立つお通夜の身を微笑とともにそっと片手でかばいながら、てめえたちが上がるまでは切らねえから安心してここまで来い、という左膳の言葉を笑い返して手を貸し合って小舟を離れた三人だった。後ろは大川、石垣の下の暗い波にもたれてひたひたと船底の鳴る音がする。前と左右をぐるりと囲んだ影に一線ずつ氷の棒があしらわれて見えるのは、言うまでもなく日田星に来る西岸人の剣輪だ。弱として物見な枯渇したよう、逃げる工夫をね、御所ですから逃げる工夫を。お通夜の熱声を頬に感じて栄三郎はちらと体験を見合った。上がり際に一枚引きめくってきた友の板をぶら下げて、体験は半眼をうっとりと眠ってでもいるよう。次元流水月の姿。すると声がした。若えの、行くぜ、ほい。左膳だ。と味方の声につられたか、座れるよぼに寄ってきた黒よぼの一つ。小刻みの足から無言のまま跳躍にかかろぼとするところも、同じく無因の風を起こして激発した栄三郎の利剣が無残ザクッと胴を奪ったかと見るや、左足を踏み出して瞬間刀を預けていた栄三郎もスッと粘りつつ、引き離すが早いかとっさに雨天してまた一人うめき声とともに土をつかませた。がこの時すでに銀星上下に飛んで、三人は一度に万事の十日に没し去っていた。この騒ぎもよそに鈴川源十郎は少し離れて何かお藤とささやき交わしていたが、刀下をかいくぐって木陰にまろびついたお通夜の闇に慣れた瞳に映じたのは、彼女の初めて見る恋人栄三郎であった。あの優しく自分を抱いてくれた手が、血の垂れる大刀を振りかぶってちらちらと左右へ走らせる目には、冷々たる笑いを含んでいる。大賢先生、おう、空、後ろへ回ったぞ、一人。いつしか二手に分かれて板一枚で一段を引き受けている蒲生体験、伸び上がり闇を透かして群がり立つ頭越しに声をかける。さながら何かしら大きな力が戦機をかき乱しては静止するようだ。ひとしきり飛び違えてはさっと静まり、またひと揺れもみ渡ってはそのまま呼吸を測り合う。その度に一人二人よろめき下がる者、地に伏さって帰国を噛む者、皮肉骨片鉄錆に似た生き血の蚊がむっと川風に動いて
むせ返りそう。お通夜はこみ上げてくる吐き気を抑えて、たもとに株を覆った。が、見よ、身辺無双流の鷹の葉使い。鷹の翼を打つがごとく、左右を一気に払って間髪も入れない栄三郎。もはや今は近寄るものもないと見て、お通夜、どこにいる？と、墓毛の中から叫ぶと、はい、ここにおります。答えかけたお通夜の口はいつの間にか忍んできた手に途中で後ろから塞がれてしまったが、その代わりに喧嘩丹下左膳の声が真正面から栄三郎を打った。なかなかやるな。おい、手を拭けよ。血で滑るだろう。栄三郎はにっと笑って片手がたみに胴脇へこすった。後の手が使え返る。同時に一戦した左膳の石腕、剣分土砂を巻いて栄三郎の足をと見えたが、はっしと跳ねた武蔵太郎の剣尾に青白い火花が散り裂いて、左膳の方の闘魂が闇に浮き出たと思う間に、そらくせえ。おめきたった左膳が再び小乱に踏み込もうとするとき、封を裂いて飛来した大剣の船板が眼前に踊った。なんでやこれやと左膳の峰打ちに板は真っ二つに割れて落ちる途端に、船という大剣の声。見ると女の影が一つの船へ転がり込むところだ。おお、お通夜は無事でいてくれたと思うより早く栄三郎も大剣に続いて船へ飛んで、追い過ごしてから石垣から落ちる二三人の水煙の中で栄三郎がぷっつりと友綱を切って離すと、岸に罵る左膳らの声を後に満々たる潮に乗って船は中流を指した。二三人水中に転落したが、一同とともに危うく石垣の上に踏みとどまった左膳。おい、逃げる手法があるか。この剣雲は鵜の根竜に焦がれてどこまでも突っ走るのだ。刀が刀を追うのだから、そう思え。と遠ざかる小舟に土星を送って慌ただしく左右を見回した時は、どうしたものか源十郎とお藤の姿はそこらになかった。闇を溶かして帯の予防に流れる大川の水、両岸に広がる八百野鳥を押し付けて、雨もよいの空はどんよりと低かった。駒の予防に傾いてゆるく輪を描きながら、三人を乗せた船はみるみる本流に差し掛かる。ロベソがきしむ。道の間にあったのを早速水へ下ろして、川風に裾を任せた大剣が船宿の若い主底の家の炉さばきを見せているのだった。あんたはいい腕だと栄三郎を顧みて、よく伸びる剣だ。身辺無双を久しく無沙汰をしておるが、根津明けぼのの里の小野塚ロボ人、あれの手口にそっくりだな。手ぬぐいを濡らして返り血を落としていた栄三郎を思わず、おお、では鉄斎先生もご存知。咳き込んだ声も風に取られて大剣へ届かないらしく、しかしあの石腕の浪人者、キャツはどうして洗い使い手だて。大剣が続ける。あんたよりは殺気が強いし、それに左剣に粘りがある。まず相対では渋六、残念ながらあんたが死で先方が六じゃ。
いや、よく言って相打ちかな。おう、見なさい。清るぞ、清るぞ。言われて、お米蔵の岸を望むと、多膳の見聞丸であろう。式を下す。母神が危機として夜陰に流れ、見る間に石垣を這い降りて、真っ黒に固まりあった一祖母の小舟が、漏斗を風に運ばせて、矢の横にこいてくる。かいかい、こっちからぶっつけてもいいぞ。と交渉をした体験、ジョボシンボのめらせ、そらせ、大きく炉を押し出した。お、生暖かい湿気がさっと水面をなでて、ぽつりと一滴。雨だな、降ってきやした。言っているうちに、大粒の水がバラバラと、船板を打ったかと思うと、ぞっと襟元が冷え渡って、一時に天地をつなぐ白布の滝、川面をたたき、しぶきに曇る深夜の雨だ。お通夜は、と見ると、船に飛び込んだ時から、へさきに突っ伏したきり、女は、身じろぎもしないでいる。濡れると思った栄三郎が、友のむしろを持って近づきながら、驚いたろう。気分でも悪いか。さあ、雨になったからこれを着て、もうしばらくの辛抱だ。と抱き起こそうとすると、なんてまあお優しい。すみませんね、本当に。という歯切れのいい声とともに、栄三郎の手を洗って顔を上げたのを見れば、おいきや、お通夜ではない。お、ど、誰だお前は。怖い顔。誰でもいいじゃないの。ただ、当たり屋のお通夜さんってなくて、お気の毒様。串巻お藤は、白い顔を雨に預けて、てっかに笑った。でも、ご心配には及びますまいよ。今頃はお通夜さんは、本所の殿様の手にしっくり抱かれているでしょうからね。身代わりに船へ飛び込んで、ここまで出てきたのはいいけれど、私はバカを見ちゃった。この雨さ、とんだ濡れ場じゃ、シャレにもなれやしない。ちょいと船頭さん、急いでおくれな。お、お通夜はさらわれたのだ。栄三郎はよろめく足を踏みこらえて声も出ない。立て膝のお藤、船べりに頬杖ついて、ねえ、ぼんやり立ってないでどうするのさ。私が憎けりゃつくなり切るなり勝手に押しよ。それよりどなたか火打ちよ。でもこの振りじゃダメか。ち、タバコ一つ飲めやしない。切ったところで始まらぬ。大賢と栄三郎が顔を見合わせていると、突如垂れ込める銀幕を裂いて現れた左膳の船が、ドシーンと横ざまにぶつかるが早いか、抜きつれた名刀に雨足を払って一度に切り込んできた。炉を上げた大賢、たちまち四五人に水霊を施す。栄三郎に交わされた羽生千之助も弾みを食らって水ごと寒く川へのめり込んだ。廃然たる豪雨、それに雷鳴さえも、きらめく稲妻の中に悪鬼のごとき左膳の形相を認めた栄三郎。あれ、見聞か、来いとおめいたが、妙なことには相手は立ち向かうよぼすもなく、落ちた連中を拾い上げると、こっちの船へひとさぼ突っ張って粗暴として離れてゆく。瞬間、青い雲光で見ると、騒ぎを聞きつけた番所がお役船を出したと見えて、雨に濡れる御用提灯の火が点々と。いつの間に乗り移ったか、串巻お藤が去りゆく船に
膝を抱いて笑っていた。建立、また会おうぜ。雨に消える左膳の捨て台詞。ほつや、どこにいると、しみじみ孤独を知った栄三郎が、こう心中に絶叫したとき、拝見が炉に力を入れて、船が一揺れ揺れた。いや、先ほどから申す通り、栄三郎のことなら聞く耳を持ちません。主人はぶっきらぼうにこう言って、開け放した縁の初墓地から戸外へ目をやった。金車のように日の踊る庭に苔をかぶった石灯籠が明るい影を投げて、今まで手入れをしていた鉢植えの菊が上妙な大気に香っている。昼下がりの広い家には海の底のような物浮い静かさが冷たくよどんでいた。カーンカーンと今日も近所の刀鍛冶で土を振る音が間延びして聞こえる。のどか。その音を数えるよもに、主人はしばらく空を見つめていたが、やがてほろ苦い笑いを浮かべると思い出したように後を続けた。なるほど、それは私に近頃まで栄三郎とか申す愚弟が一人あるにはありましたが、ただいまではあるやむなき事情のために感動同様になっておりまして、いわばそれがしとは赤の他人。どうぞ私の耳に届くところで、あれの名をお口へのぼされぬよう、当方からお願い申したい。と結んだ主人は、檻から縁の日向に下ろしてある鳥かごに、子猫がじゃれているのを見ると、立っていって猫を追い、かごを軒に吊るしておいて座に帰った。諏訪栄三郎の兄、大久保藤次郎である。浅草鳥越の屋敷、その奥座敷に床柱を背に陣痛な面持ちで探座している客は、故小野塚鉄斎のいとこで、鉄斎亡き今日娘の弥生を養女閣に引き取って何かと親身に世話をしている麹町三丁目の旗本土屋多門であった。しかしそのご事情なるものが。戸次郎のしとねに治るのを待って切り出した多門は、言いかけてやたらに咳払いをした。いや、詳しいことは一向に存じませぬが、その、あの下世話に申す若気の過ちとでも言うようなところならば、私が栄三郎殿になり代わって、この通りお詫びつかまつるゆえ、一つこの度だけはご勘弁の上、いやいや初対面の貴殿におとりなしを受ける筋はござらぬ。まあそう申されてはそれだけのものだが、わざわざご自身でおいでくだされて、あのうつけ者を婿養子にとのお言葉さえあるに、恐れ入ったただいまのご神、これが世の常の兄じゃ弟じゃならば、当方は蔵前取りで貴殿は直だだ。ゆくゆくお役ででもすれば、第一にあれがとって身のため。願ってもない良縁と、私からこそお頼み申すところだが。さあ、それが兄の私の心として、そうは参らぬというものが。全体この話は、実を申せば当家の恥、それがしの家事太り締まりをさらすようなことながら、さて、いわばご合点が行くまいし、心中察しくだされ。はて、栄三郎殿がどのようなことをなされたかな。口にするも汚らわしいが、お聞きくだされ。三社前の茶屋女とかに
うつつを抜かし、ちょっと多聞の顔色が動いたが、すぐに笑い消して。何かと思えば、お若い方にはありがちな。貴殿にも匂った思い出の一つ二つ、まんざらないこともござるまい。いや、これは失礼。のみならず、栄三郎め、その女に貢ぐ金に窮して、出し方もあろうに、蔵宿から語り取った。用人、白木十兵衛がその後へ行って調べてまいりました。部屋積みの分け前が、金賞なことを察してやれば、ちょいと筆の先で帳面を繕って済むのに、なんという気の利かない用人だろう。多聞が黙っていると、藤次郎は話をつないで、それからこっち、とんと屋敷にも居つきません。先夜も宇宙の大川に他人数の切り合いがあって、船番所から人が出たそうだが、平三郎もどこにどうしているかと。いや、何の関係もないもの、思ってみたこともござらん。多聞は思わずうつむいた。割ってのお話、よくわかりました。あ、それでもなお、私としては何としても栄三郎殿も養子に申し受けたい。というのが、お笑いくださるな。何でござる？その栄三郎の嫁となるべき当方の娘。ほうほう、弥生殿とか申されましたな。それが命がけの執心で、そばで見ているそれがしまで日夜泣かされます。あの、うちの栄三郎めに、仮にも親となっている身、弥生の心を思いやると、いても立ってもおられませぬ。ご推理終わって一言、栄三郎殿を私方へ。いや、百万元も費やしても同じこと。かのごとき所存物を差し上げるなど思いもよりません。これほどその所存物が所望じゃと申しても、いささか苦道はござらぬか。ご辞退申す。よろしい。だが大久保氏、さっき赤の他人と言われたことをお忘れあるまいな。赤の他人なら本人次第で貴殿には何の言い分もないはず。無論ご勝手じゃ。決然と畳を蹴立てた多聞へ、ひしゃげたような藤次郎の声が追いすがった。土屋うち。なんじゃ、貴殿、栄三郎に会われるか。大手も司祭あるまいが。大たら、兄が達者で暮らせと言ったと、お伝えください。ぷいと横を向いた藤次郎の目に、何やら光ったもののあったのを多聞は見た。夕映えの空に、遠なりのような下町のどよめきがこだまして、慌ただしい中に一抹の哀愁を漂わせたまま、今日も暮れてゆく大江戸の一日だった。麹町三番町の屋敷町には、かしぎの煙がうっそうたる木立に絡んで、しーんと神事にさえわたる静けさが込めていた。たださえ人を心のふるさとに立ち返らさずに置かない黄昏時、まして物を思う身には一層しぼの影を深める。うっすらとした水色がもう畳を張っているのに、弥生はこの土や多聞方の一間に身動きもしないで、火を入れる支度をすら忘れて見えるのだった。庭前のサザンカが紅貝殻のような花びらを半暗に散らしている。ふと顔を上げた弥生は、思いがけない運命の鞭をあまりにも次々に受けたせいであろうか、しばらくの間に頬はこけ、肩はげっそりと骨張って、世の汚れを知らなかったつぶらな目もくぼみ、
まるで別人のような痛々しい姿であった。思わず漏れる吐息がすぐと力ない咳に変わって、弥生はたもとに顔を押し包んで、コホンコホンと続けざまに身を震わせた。このごろ胸が急にうつろになって、そこを秋風が吹くような気がする。ことに夕方は身も心もやるせなく思い、弥生はいつか肺の臓を蝕まれて、若木の目に不治の病をはびこらせつつあったのだ。心の荷を捨てねばよくならぬと、それを知らぬ弥生ではなかったが、思っても思っても思ってもなお思い足りない栄三郎様をどうしよう。こうして叔父多聞方に娘分として引き取られている今、寸刻も弥生の心を離れないのは、父鉄斎の大志でもなく、冤婚二頭の争奪でもなく、死んでもと自分に誓った諏訪栄三郎の面差しだけだった。もとより父の死は悲しとも悲しい。そしてその仇敵は草を分けても打たねばならぬ。夜泣きの刀も言うまでもなく万難を排して我が手へ取り戻すべきであるが、その仇を報じ、その宝刀を奪い返してくださるのが、やっぱりあの栄三郎様ではないか。強い優しい栄三郎様、こう思うと、今この身の上も、元はといえばすべてあの人が自敗を選んだことからと、冷ややかに利を追ってみても、弥生は少しも栄三郎を恨む気になれないどころか、ますます彼を自分以外のものとして考えることができなくなるのだった。剣に鋭かった父の気性を弥生はそのまま恋に生かしているのかもしれない。初めて男を思う武士の娘には、石をもとかす小熱母年のほか何者もなく、一人いて栄三郎様と小声に呼べば、いつでもしんみりと泣けてくるのが自らおかしいほどだった。この純情を察して、今日こっそりと叔父の多聞が鳥越の栄三郎の実家へ養子の掛け合いに行ったことは、弥生もうすうす感づいているが、そのためかこの高鳴る胸は何としたものであろう。霜に悩む秋草のよぼにほっそりとやつれた弥生が、にわかに暗くなったあたりに驚いて行灯を取りに立とうとした時、ちょうど目の前の空に天井から糸を垂れて降りてきた一匹の子蜘蛛を見つけた。弥生が懐紙で上部を払うと、蜘蛛は音もなく畳に落ちたが、同時に慌てて逃げようとする。夜の蜘蛛は親と思っても殺せ、それとも昼の蜘蛛だったかしらと弥生が迷っているうちに、子蜘蛛はしすましたりと懸命に張ってゆく。その小さな努力が珍しく弥生を微笑ませた。そんなに急いでどこへ行くの。これお前には心配も何もなくていいね。こう言って弥生が行く手を塞ぐと、蜘蛛は少しためらった後すぐ右へ抜けようとする。弥生が右へ手をやる。蜘蛛は左に出ようと焦る。弥生の手が先を押さえる。思案に暮れた蜘蛛は弥生の手に囲まれて神妙にすくんだ。そうね、じっとしておいで、じっと。と弥生が寂しく笑った時、玄関に籠が降りたらしく、出迎えの声がざわめいて、間もなく女中の捧げるぼんぼりが前の廊下を過ぎると、続いて土屋多聞が用人を従えて通りかかった。闇に手をついて頭を下げた弥生の目に映ったのは、伊太郎を踏んでゆく白足袋と袴の裾だけだったが、わざと弥生に聞かせる気の多聞の大声がしきりに後ろの用人を振り返っていた。世に
随分と男は多い。しかるに一人に心を捉えて、他が見えぬとは狭いぞ。もしまたその一人が水じゃやぐるいでもしおったらいかがいたす。なあ、そうであろう。御意にござります。用人は何が何やら分からずに答えている。はっとして突っ立った弥生は、自分のかかとの下で、今の雲がブツッと音がして潰れたのを知らなかった。大作と次の前声をかけながら、大岡越前は今日南町奉行所から持ち帰った書類を雑と書いた霧の木箱へ押し込んで、キセルを通すつもりであろう。保護を裂いて関税寄りを寄り始めた。夕食後、いつものようにこの居間にこもって見残した書届願書の類に目を通し出してから、まださほど時が移ったとも思われないのに、晩秋の夜は早く更ける。開け放した縁の向こうに闇がわだかまって、ぽちゃりとかすかに池の鯉の跳ねる音がしていた。越前の神忠助は返事がないので、ちょっとふすま越しに耳をそば立てたが、用人の伊吹大作は居眠ってでもいると見えて、しんとして凝ったような静けさだ。ただ遠くの子供部屋で孫の中也がばあやに枕でもぶつけているらしいざわめきが、古い屋敷の空気を震わせて手に取るように聞こえる。小坊主め、また寝しなに騒ぎおるな。という微笑が下膨れの忠助の恩願を満足そうにほころばせたとき、バタバタと小さな足音が廊下を伝わってきて、トンボのような昼夜の頭が障子の間からお辞儀をした。おじいちゃま、おやすみなちゃい。忠助が口を開く先に、昼夜は逃げるように飛んで帰ったが、そのにぎやかさにハッとして隣室に詰めている大作が、急にごそごそしだす気配がした。大作、これよ大作。はっと驚いて大声に答えた伊吹大作。襖を引いてかしこまると、大岡越前の神忠助はもうきちんと正座して初代の冠席に目をさらしている。お呼びでござりますか。ああ、わしに構わずに休みなさい。忠助の目尻に優しい小じわが寄る。わしはまだ調べ物もあるし、読書もしたい。だがな大作。と太った体が凶速にもたれると、重みにきしんでぎしとなった。先ほど役所で見ると、浅草田原町三丁目の家主喜左衛門というのから、店子のお通夜、さよう三社前の掛け茶屋当たり屋のお通夜とやら申す者の尋ね書きが願い立てになっておったが、些細な事件ながら越前なんとなく気にかかってならぬ。いや、奉行の職儀から申せば、市政のさじすなわち天下の大事である。そこで大作、この夫人の失踪に関連して何事かその方に思い当たる節はないかな。さあ、これと申して別に。大作は面目なさそうに首をひねった。すると忠助は何か一鎖低音に謡いを口ずさんでいたが、やがて気がついたように半ば独りごちた。あの串巻きのお藤と申す女、あれはもと品川の遊女で、後小引町の芝居森田寛也座の出方の妻となったが、間もなく夫と死別し、生来の隠本大使に加うるに博打を好み、年中鼓の与吉などというならず者を引き入れて、二階は上戸場の官を呈しておることはわしの耳にも入っておる。それのみではない、ゆすり語りと
あらゆる悪事を重ねて、彼ら仲間においても何と申すか、まあ大姉子である。それはそれとして、このお藤は千年来十里四方をお構いに相なりおるはずなのだが、目下江戸府内に潜入しておる形跡があると申すではないか。いつものことだが、主君越前の神の下船に通ずる鉄眼、その狂気に今更のごとく驚いた大作、恐縮して顔を伏せたまま、恐れながら例によって母さんぼなとし、密かに入り込みおるものかと存ぜられまする。さよう、まずそこらであろうが、お藤が江戸におるとすれば、この度喜左衛門の店のお通夜なる者が誘拐されたことと何らの関係がまるでないとは思えぬ。まあこれはわしの勘に過ぎんが、今までにもお藤には婦女をかどわかした罪状が数々ある。してみればわしのこの勘案も当たらずといえども遠からぬところであろうな。そちそう思わぬか。お言葉ごもっともにござりまする。なれど同心坊はじめ江戸中の御用の者ども、何を申すにもただいまはあの辻斬りの件に興奮しておりまして。大作がこう申し上げて顔色をうかがうと、前面の庭門を見つめてふっと片手を上げた大岡越前、こともなげに大作を振り返って、評判の袈裟掛けの辻斬りか。もうよいから引き取りなさい。わしも新所へいるとしましょう。と言ったが立ち上がりもしない。府内を席巻しつつある袈裟掛けの闇斬り、それよりも何か庭に自分に見えないものが、主人の瞳にだけ映るらしいのが大作には気になったが、ほとんど命令するような忠助の口調に押されて、平服のまま彼は座を下がったのだった。用人の伊吹大作が唐紙に飲まれて、やがて足音の遠ざかるのを待っていた忠助は、明かりを手につと立ち上がって縁に出ると、庭の暗がりをまさぐって忍びやかに呼びかけた。かもか、大賢であろう。そこにいるのは林父母作「丹下左膳」、朗読その第20回「見聞建立の巻」第4章「あやいと車」途中まで。